第一次世界大戦前のヨーロッパの軍事同盟。茶色は三国同盟。緑色は三国協商。東西冷戦期のヨーロッパの軍事同盟。青色は NATO。水色は NATO。赤色はワルシャワ条約機構。ピンクはワルシャワ条約機構。軍事同盟とは国家目標を達成するために2つ以上の国が軍事上の義務を伴った条約に基づいて提携することである。 軍事上の義務を伴わない提携関係は強硝という、軍事同盟とは一般に安全保障のために2カ国以上の独立した国家が相互に軍事力の援助を行うことを定めた条約である。このような軍事同盟で想定される軍事的な支援は、直接的な部隊の展開や連合作戦、軍事施設の共有だけでなく、兵器売買や、 経済的支援を通じた間接的な軍事援助を含んでいる。軍事同盟には様々な形態があるが、同盟国が2カ国以上の国と戦争状態になった場合に参戦する義務が生じる防止同盟や、同盟国が1国以上の国と戦争状態になった場合に参戦する義務が生じる公主同盟などがあるが、ディングマンの研究では、連合体、提携、協約、そして、 集団安全保障の4つに対別されている。歴史上で著名な軍事同盟には以下がある。一部は強争など、軍事以外を含む。日本の戦国時代、室町幕府の力は衰え、各地方に戦国、大名や国衆をはじめとする地域権力が出現し、地域権力間の外交関係が展開された。戦国大名領の拡大に伴い、 それぞれの大名両国は国境を接するようになり、合戦が多発した。戦国大名は、両国拡大や他国への牽制等を目的に、大名家同士で軍事同盟を結び、戦国期の同盟は共通の利害のある双方で、国境再編を行い和睦を確認し、起礎分を取り交わして成立した。同盟に際しては、婚姻を伴うことが多い。また、同盟関係の締結においては、 第三者や室町将軍等が仲介を行うこともあり、大名家中においては、同盟相手国の両国近辺に配置された家臣や国衆などが取り次ぎを担当した。戦国大名は、こうして成立した軍事同盟を基盤に両国拡大を行い、双方に軍事援助や軍事的仲裁を行っているが、一方で同盟の締結は、 他方の外交関係を破綻させるなど脆弱性を伴うものであった。そのような外交情勢の変化などに伴う同盟国間との信頼の動揺を防ぐため、同盟国は頻繁に希少分を交わして同盟関係の維持に努めていた。ありがとうございます。